皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本要約チャンネルの竹海でございます。このチャンネルでは視聴者様からご質問をいただき、私たちが古今東西の書籍、論文などを徹底的にリサーチし、その質問に対しての回答を見つけるというものになります。ご質問は概要欄の公式 LINE アカウントから募集しておりますので、ぜひぜひご応募ください。それでは早速本日いただいた質問に参りましょう。 本日は次のような質問を頂戴しましたいつも楽しく動画を見ています A 型は真面目で几帳面な性格 B 型は自由でわがままで好奇心が強い性格 O 型は大雑把で細かいことを気にしない性格などと血液型によって性格に特徴があるという説が世の中にはありますよねこれと同じような感じで血液型によって 病気になりやすい、なりにくいといった特徴はあるのでしょうかもしご存知でしたら教えていただけますと幸いです。さてさて、ご質問ありがとうございます。いやいや皆さんね、このような血液型の話みんな好きですよね。血液型占いとかもみんな超好きですよね。なんででしょうか私はね、タイプ的に血液型占いなどはほとんど信じないタイプなんですが、皆さんはどうでしょうか まあそれは置いといて今回は血液型によって病気になりやすいなりにくいというのはあるのかよという質問なんですが結論から言うと驚くべきことにね血液型によって病気になりやすいなりにくいというのがある可能性がありますこれはね別にオカルト的な話じゃなくて血液型の種類によって 病気にかかりやすいのか、かかりにくいのかということを調べてくれた研究が実際に存在するんです。しかもその病気というのはね、私たちにとって結構身近で、世界中で患者数が増加傾向にある2型糖尿病なんです。 フランスで行われた研究では2型糖尿病を発症する人のリスクが血液型によって影響を受ける可能性について調べてくれているんですねこの調査は1990年から2008年の18年間にもわたって行われたもので8万2104人もの女性を対象に行われたものになりますそのの結果明らかにななったのはなんと大型の の女性は新型糖尿病にかかるリスクが最も低かったということなんですこれを聞いている大型の方おめでとうございますそしてね新型糖尿病にかかるリスクが最も高かった血液型は B 型の女性であったということが分かっています。B 型の方、申し訳ございません。ちなみに私も B 型です。悲しいでございます。さて、もう少しね、具体的な数値を述べておきましょうか。今回の研究では、 血液型 A 型の女性が血液型 O 型の女性よりも2型糖尿病を発症する可能性が10%高いのに対して血液型 B 型の女性は21%も高い可能性があるということが分かっているんですつまりですね最も2型糖尿病になるリスクが低い O 型の人に比べると A 型は1.1倍糖尿病になりやすくで、B 型の人は1.21倍糖尿病になるリスクが高いということであります。ちなみにね、 AB 型に関しましては、今回の研究では、統計的に有意な結果は得られなかったそうです。これらの結果を受けて、研究者は次のようにコメントしております。私たちの調査結果は、血液型と糖尿病のリスクとの強い関係を裏付けており、大型の参加者は、2型糖尿病を発症するリスクが低くなっています。従って、血液型の影響は、 糖尿病に関する将来の臨床的及び疫学的研究で、 調査する必要があります血液型大型の人が2型糖尿病のリスクが低い理由を特定するにはさらなる研究も必要ですさていかがでしょうかもちろんねこの研究から100%今回の結果が正しいということはできませんが血液型によって2型糖尿病の発症リスクに何かしらの違いがもたらされる可能性があるということが推測されますというわけで今回の質 質問者さんの 血液型によって病気になりやすい、なりにくいというのがあるのかという質問に対する回答は、2型糖尿病に関しては、O 型の人が最もリスクが低く、B 型の人が最もリスクが高い可能性があるという回答になります。ではね、せっかく2型糖尿病が出てきましたので、ここからは少し、2型糖尿病についての重要な知識をお伝えしていきたいと思います。この 2型糖尿病は最も多いタイプの糖尿病であり一般的にね糖尿病と言われたときはこの2型糖尿病を指していることがほとんどでありますこの2型糖尿病は遺伝的な影響とそして乱れた生活習慣などの環境的な影響の2つが組み合わさって発症すると言われています2型糖尿病は 血血液中のブドウ糖糖すなわち血糖が正常より多くなる病気であり初期の頃は自覚症状がほとんどないんですが血糖値を高いまま放置していると徐々にね全身の血管とか神経が障害されてしまっていろいろな合併症を引き起こしてしまうという非常に恐ろしい病気になりますのでそもそも新型糖尿病を発症しないように生活習慣に気をつける必要があります。 があるんだとされています。 というわけで、ここでは二型糖尿病を発症するリスクを高める可能性のある特徴をご紹介していきたいと思いますので、自分がこの特徴に今当てはまってしまっていないのかをチェックしながら聞いていただきたいと思います。まず挙げられる二型糖尿病を発症するリスクが高まってしまう特徴というのは、何と言っても太りすぎているということであります。今太りすぎているのに、 それに対処せずに放置しているとインスリンの効き目が鈍くなってしまうというインスリン抵抗性という状態に陥ってしまう可能性が高まるんです。 インスリンの効き目が弱くなってしまうと私たちの体的にはあれインスリンが全然効いていないじゃないかということはもっとインスリン頑張って出さなくちゃと言って限界を超えて頑張ってしまいますその結果インスリンを分泌する膵臓が疲れ果ててしまって膵臓のインスリンを分泌する能力自体が 低下してしてまうんですこうなってしまうとね、インスリンが不足してしまって、血糖値がなかなか下がらない状態になり、糖尿病へとつながっていくというわけなんです。ですからね、まずは今、ちょっと私太りすぎているなぁという自覚のある方は、生成された炭水化物を避けるとか、甘いスイーツなどを避けるとか、 定期的に運動するとか、しっかり眠るといった、当たり前のね、正しい生活習慣をして、まずは太りすぎている状態を改善していただきたいと思うんです。そして 次に挙げられる、新型糖尿病を発症するリスクが高まってしまう特徴というのは、座りすぎな生活を送っているということ。さて、これを聞いている皆さんはどうでしょうか休みの日は、ずっとソファーに座って、テレビを見ていたり、ずっとソファーに座って、スマホをいじっていたりと、座りがちな生活を送ってしまっていないでしょうかまたね、平日にデスクワークをしていらっしゃる方、そのの仕事の 特徴上座りすぎの生活を送ってしまう可能性高まりますから意識してね体を動かす必要があるんです定期的にね体を動かすことによって細胞のインスリンに対する感度が上がると言われていますそうすると膵臓がインスリンを頑張って分泌しようと頑張らなくても済みますから膵臓のインスリンを分泌する能力がしっかりとキープされるということになりますですので当たり 前のことを申し上げますがしっかり定期的に体を動かすようにしていただきたいと思うんですそれでは最後に指摘しておきたい2型糖尿病を発症するリスクが高まってしまう特徴は高度に加工された食品をたくさん食べているということです高度に加工された食品には大抵の場合で砂糖とか生成された炭水化物がたっぷり そしてそれにもかかわらずビタミンやミネラルといった栄養素が非常に少ないですからあなたの体は食べても食べても栄養素が補給されないから食べ続けなさいという命令を出し食欲が止まらなくなりついつい食べ過ぎてしまうという状態になります。 脳の食べ続けなさいという命令に従って大量の生成された炭水化物を脳の命令のままに食べ過ぎていると当然ながら糖尿病になるリスクは劇的に高まってしまうでしょうですからこういったね栄養素がほとんどないエンプティカロリーと言われているものを食べるんじゃなくてきちんと栄養素が含まれているものを積極的に食べることによって脳を満足させてあげて食欲を止めてあげる必要る があるんですそれでは本日の内容を最後にしっかりとまとめておきましょうポイント1フランスで行われた研究によると血液型によって2型糖尿病になりやすいかなりにくいかの違いがある可能性がある。 大型の女性に比べ A 型の女性は1.1倍糖尿病になりやすく B 型の女性に至っては1.21倍糖尿病になるリスクが高まる可能性が報告されたポイント2 新潟糖尿病は血液中のブドウとすなわち血糖が正常より多くなる病気で血糖値を高いまま放置していると徐々に全身の血管や神経が障害されいろいろな合併症を引き起こしてしまうという非常に恐ろしい病気なのでしっかり予防することが重要である。 ポイント32型糖尿病を発症するリスクを高める可能性のある特徴を3つ紹介しました特徴の1つ目は太りすぎているというものでした特徴の2つ目は座りがちな生活を送っているというものでした特徴の3つ目は高度に加工された食べ物をよく食べるというものでしたさてさて皆様いかがでしたでしょうか血液型によって 糖尿病になりやすい、なりにくいがあったとしても、血液型は今ら変えれませんから正直まあどうしようもないでしょう。ですから今回の研究を参考にして私たちがやるべきことは、A 型の人や特に B 型の人は、もしかしたら血液型によってね、糖尿病になりやすい可能性があるので、今日紹介した糖尿病を発症するリスクを高める特徴を、しっかり避けるといったふうに、少し糖尿病にならないよう意識するということでしょう。 本日は以上になります。この動画が良かったよという方は、私のやる気アップと、さらなる動画のクオリティアップにつながりますので、高評価ボタンとチャンネル登録、ポチッとどうぞよろしくお願いいたします。また、本ようやくチャンネルの方も、頑張って運営しておりますので、興味のある方は、 概要欄のリンクから本要約チャンネルの方にも訪れていただけると嬉しく思います。ではまた次の動画で、皆様と一緒に学習できることを楽しみにしております。また次の動画でお会いしましょう。本日はご静聴ありがとうございました。